機動戦士、ガンダム MSV、r ザ・トラブルメーカーズは、模型と小説による、フォトストーリー作品。雑誌、ガンダムエースで連載された、メカニックデザイン企画、MSVR を題材にした作品の一つ。サンライズ運営の公式ポータルサイト、ガンダム・インフォと、アスキーメディアワークスの共同企画で、小説は、ガンダム・インフォで、ガンプラの作例による、 活躍シーンは模型雑誌、電撃ホビーマガジンに掲載された。一年戦争終結後、元ジオン兵の傭兵ディーンウエストは、相棒のマサー・オーカー、謎の美女マリー・マルタンと共に、モビルスーツを使った、非合法な、仕事を請け負う金儲けに精を出していた。連邦軍 MS 憲兵隊、デーモン隊員との奇妙な縁もありながら、終戦の混乱に乗じて、不正を働く。 連邦軍兵士から、頑強に抵抗を続けるジオンの敗残兵まで、依頼があれば、相手の蘇生は関係なく、ぶっつぶしもある。ディーンが金儲けを行う目的は、とある事情で、コロニー、アガルタを購入するためにおった、借金返済のためであったが、ディーンは、連邦軍とジオン軍残党が奪い合っていた沈没していた、有根球内に隠されていた金塊をかすめ取り、 借金の返済が完了する程度の金額を稼ぐことに成功する。サイド6のプライベートコロニーにいるカルロに金塊を届け、借金を返済しようとするディーン一行であったが、先の連邦政府の政治家に絡む一件で、連邦軍に目をつけられ、連邦軍に追い回されることになりディーンの愛機の陸戦後起動型ザクが大破してしまう。一方、ディーンのコロニー、アガルタでは、 新型コロニー風の流行が起き、また、連邦軍交換ドミニクが、製薬会社の工場を建設する代償に、中流部隊を配備するなど不穏な状況が、発生していた。そのことを隠していたために不自然になった、カルロの様子に不信を抱いたディーンは、マリーやマサ、デーモンの協力のもと宇宙に上がる。カルロへ突っかかるディーンであったが、カルロからの説明を受け、ドミニクが、 コロニー風の流行を含めた全ての陰謀の元凶とシりドミニク打倒を目指す。アガルタうちでの戦闘の末、ドミニクは降伏するがその代償としてアガルタは崩壊してしまう。ディーンはアガルタの住民のためカルロから別のコロニー、アガルタ2を購入し、また借金を返済するために危険な金儲けに励むのであった。 ISBN 978から4から04から866128から 7ISBN 978から4から04から866442から4ありがとうございます。